英戦寺は岐阜県多治見市池田町にある聖観音菩薩を本尊とする総当州の寺院で、三号は石堂山。本尊は重要文化財に指定されている。伝承では奈良時代に行基が下言州の寺院として開いたと伝わる。その後、当時は地蔵院を筆頭として、蓮華院、仏光院、明園寺及び観音院の5つの寺院が立ち並び、 池田五山と称して自雲は流星していたが、やがて被護者を失い衰微した。鎌倉時代には、新言宗に改修している。江戸時代に入って後も寺は、次第に衰退していったが、その中で、蓮華寺は、江戸時代の漢文年間に、名古屋前厚寺の雲山によって中高され、総当宗の寺院となった。その後廃絶した池田五山の仏像は、 英雄戦時に移され現在に伝えられている。天保十四年、草門が混流されている。それらの仏像の中で、英雄戦時の本尊である聖観音像は、室町時代初期の作で、大正三年に国の重要文化財に指定されている。また、十一面観音座像、千樹千眼観世音菩薩立像及び、愛禅妙座像は、 昭和33年、田治見市の文化財に指定された。これらの仏像は廃絶した、池田御山の本尊として祀られていたと伝わる。境内のイチョウの木は、雲山和尚が植えたものといわれる巨木で、田治見市の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。